渚岳は、基礎山脈南西部、長野県渚町にある標高1679メートルの山。日本三百名山に選定されていて、長野県の県自然環境保全地域の指定を受けている山である。伝説となっている、金時の産湯の池基礎山脈の主猟線から西に、派生する尾根城にある。御岳山、基礎駒ヶ岳と共に、基礎の三岳に数えられており。 古くから信仰の山として、主権者に登られていた。また、基礎地域で登山対象の山として、なぎそ岳、風越山、糸瀬山の三山が、基礎三山,山と言われている。河口岩室の岩山で、山頂付近では、河口岩の巨石が乱立し、鏡ヶ池と呼ばれる池と避難小屋がある。山頂部には、天明、南基礎の二等三角点があるが、樹木に覆われていて、 展望はない。三角点の北東100メートルほどの位置に、標高1679メートルの最高地点となる標高点があり、周辺の岩の上からは、御嶽山、北アルプス、中央、アルプスなどの視界が良好な箇所かある。別名が、泣きびそ竹、金時山、要老山であり、金時の産湯の池伝説のある池がある。また、 金時が生まれたと伝えられる金時の洞窟がある。山腹には木付月が分布している。その一つである日の木は渚町の町抜きに指定されている。山頂周辺には熊笹が生い茂り、大きな花崗岩と津賀などの新葉樹林が混じり、自然庭園の景観となっている。登山道では赤屋潮、岩鏡、少女バカマ、シャクナゲ、バイカオーレンなどの花が見られる。 山域には、日本ニ日本カモシカ、仏法草などが生息している。1877年頃に木地市が、南南東山六の漆畑の地区に集まり、山腹にあるヒノキなどを使い水車で六郎ワシワニや、ボンなどの木製品を作っていた。風雨で山腹の花崗岩が風化し急逸な山体に、桜木土がたまり、これらが大雨時に流されることがあった。 山陸の集落はこの、蛇抜けと呼ばれる、土石流に再三見舞われている。これが要因となりなぎそだけに、山卜伝説がある。江戸時代初期から主験者に登られていた。1937年には山頂に、御竹橋、A 特攻者により、マリシテンソンが祀られた。1959年に、登山道と避難小屋が整備されたが、 同年9月26から27日の伊勢湾台風により、倒木などの大きな被害を受けた。1965年以降に、南山独根なぎそキャンプ場が開設され、登山道が再整備された。ラン、キャンプ場からのルートの難所の株戸岩などには、鎖が設置され、その後木道が整備された。日帰り登山の山として、東海地方などからも多くの登山者が訪れる。 登山道で見られる競い付きの一つの高野巻2006年9月6日に誕生した秋篠宮久人新能のお印でもある。南北に方向からの登山道がある。南側の欄からのルートがよく利用されている。山頂の東側にはマリシテンと呼ばれるピークがある。欄、キャンプ場からのルート国道256号の小瀬から北側に、 渚ぎそ山独乱キャンプ場があり、その林道の先に登山者用の駐車場と渚ぎだけ、山独避難小屋がある。その登山口近くには、尾滝と目滝がある。林道の先の登山道の途中に分岐があり、左側が上り専用、右側が下り専用の時計回りの周回ルートになっている。喉の,の滝の上部一帯は、木曽い付きの高山木の巨木の群生地になっている。 二等三角点のある山頂の少し先には、河口岩の巨石の見晴らし台がある、御嶽山や北アルプスなどの展望が得られる。すぐ先に渚岳避難小屋がある。その近くで、上野原からの登山道が合流する。上野原からのルート JR 東海中央本線、渚駅方面の上野原からの登山道がある。送電線の鉄塔のある尾根を東に進み、 巨木の森入り口で南方の尾根に回り込む。尾根上に沸かし、ブナ、水ならなどの落葉紅葉樹林が分布している。山頂の避難小屋付近で、おごせ、キャンプ場からのルートに合流する。なぎそ岳避難小屋とマリシ支店との暗部には昭和40年代初めに建てられた高吉小屋があり、近くに水場があり細い水が出ていることがある。なぎそ岳避難小屋の少し北には、 女岩と呼ばれる巨石があり、北側の見晴らしが良く、北アルプスと中央アルプスの山並みを望むことができる。風越山方面から望む伊戸瀬山、奈義祖岳、恵奈山奈義祖岳は、木曽山脈から派生する尾根の生誕にある木曽山無の主猟線にあるすりこぎ山から、西南西に伸びる尾根の生誕にある山。その安部に、横川峠がある。南西山麓には、 中山道のつまご軸がある。木曽川水系の北いつけ川の上流部にある、小田の氷泊以下の木曽川水系の源流となる、河川は伊勢湾へ流れる。東山6に木曽川の本流が流れ、山頂の西6 7トルに、関西電力の山口ダムがありなぎ木曽だけの山陽が望める。山頂避難小屋の北側の女岩は、御岳山、北アルプス。 中央アルプスの絶好の展望台となっている。マリシテン付近からは南アルプスの小川内学以南の山並みを望むとこができる。その北側の山並みは中央アルプスに隠れるため見えない。ありがとうございます。